出だ。さすがにこれ軍出るかなって思ったけど、なんで出てこない？北条兵糧は25万あるって言ってるんで、これ、こっち、4600、ここ通りたくねえな。ちょっと下田に向かうんだけど、なるべく、レース条件が、めんどくさくないところ通っていきましょう。よし。これで OK。こっち側の城はどうだい ?20、32。まあ、そんな簡単には落ちないということで、このまま行きましょう。よし。手段は選ばぬ。府中も突破。じゃあ、これこのまま、水戸城まで行きましょう。我に続け。動かざること、山のごとし。そして、うちに使いたいと、浜田さんが。悪いまあ、なら東洋いいでしょう。で、伊達くん、あ、同盟できない。大名から敵視されてる。しかも4万6000いるから芦名を救うこともできない。行くぞ。じゃあもう伊達でどうこうする前に我らさっさと北条を倒さないとまずそうですね。じゃあ時を進めていきます。よし、水戸城に到着と。85日強行、結構時間かかるが、しゃあないでしょう。で、軍が、まあ、そうやって出てくれてるっていう、21日で落ちんの ?24000。21日以上かかりそうですね。大丈夫だな。先に城が落ちる。で、下田に到着と。68日。まあまあまあ、このまま行きましょう。中途半端に落としてくれればそれはそれでいいんで。よいしょ。この戦我らの勝ちのようじゃ。ということで太田城も撃破と。片付けない。で、伊達めんどくせえな。まあ上杉と強撃してやればいいか。で、一旦軍を帰らせます。このままだとちょっと米的にきつくなるんで。そして交渉ができるね。交渉しましょう。こうはしてやってもいいけど、相手方の準備、真田昌幸行ってこい。全面解放でいきましょう。あ、行ったね。たわいもないもの。よいしょ。で、この2万7000とかで軍使って、どっか楽に戦える城あんのか？この辺りで。いやー、ないっすね。よし。一旦軍返して4万練り直していった方が多分賢いです。で、ここの武田軍も、ちょ、一旦返しましょう。そんないらん。ここで適当なやつと戦うのにこんなにいらないでしょう。まあ、とりあえず時間を進めるところから。よし。相手方の使者ということで、佐竹義重行ってこい。義景だったっけ？あ、ダメ。ダメだとは思わなかった。まあ普通に時間でどうにかなるんで、それでいこうかな。で、6月、米は持ちそうなんだよね。なんで、どっか、北条と思いっきり当たれる城で勝てるんだったら、当たっちゃっていいかなっていう気はしてる。まあここで4万っていうのが一番無難か？こっちは5万。4万で当たりたいな、当たるなら。当たるなら4万だね。この人数はちょっと多すぎるんで、4万7000。明智光秀軍。これで取ってもらいましょう。よし、軍が出てるね。皆の者、我に続け。しめしめですよ。何人集まるのか知らんの。使いの者が来たけど。で、芦名、講和してくれ。まあ、快諾しましょう。皆の者、我に続け。そして、大義名分。いろいろ出てくる気はしたけど、6万。これだけ軍練ってて、まだ全然軍が出せるっていうのがやばい。あ、4万。いや、でもうち、米なくなるよな、これやると。あ、ここで当たれたらうち有利だな。
お米、いやー、なくなっちゃう。お米がなくなっちゃうんで、これやめましょう。武田信玄隊が、城を落とせれば話は別か ?21 日。やってみるか。やってみましょう。やってみましょう。多分、軍が出てくるという風に踏んでるんで。進め！よし、これでいきます。そして、伊達政宗が足名家を滅ぼしました。まあ、足名家診断は優秀じゃなかったからいいけど、あれはね、ちょっと失敗したかなっていう気はしてます。よいしょ。で、伊達と親善が終わりました。これより表情を行う。じゃあ、まあ、とりあえず軍事と農業を取ろうかな。62、59、57。これにて表示を終えよう。もっとポイント持ってこいや。あ、軍事提案力。これは強いですね。取りましょう。で、具足とか取りたいって言ってるけど、他に取らないといけないものが多すぎて、全然取れてない。兵糧収入増加。まあ、こんなもんですかね。ご命令を。で、4万と5万。まあまあまあ、それなりに軍が集まってくれてるんで、このまま行けばまあどうにかなるでしょう。じゃあ、時を進めましょう。で、戦うとなったら、技を使うべき。国衆将兵。亀の甲より年の甲よ。あんまり関係ないようにも見えるけどね。で、砲術研さんかな。鉄砲持ってきてるかどうかか。君たち鉄砲隊いる？鉄砲、1、2、3部隊か、鉄砲。足軽はいるのか、これ。足軽も多少いるなぁ。ただ、いないのもいるって感じか。迷いますね。こちらの部隊は？出るぞ！こいつか。足軽、兵装。まあ、いるけど、微妙いですね。なんか素直に、微妙って感じ。いや、砲術研さんもいらんな。これはこのまま行きましょう。よいしょ。ということで、北条家の軍勢が目前に迫っています。ということで、直接決戦の指揮、取ります。よいしょ。ここで取れると、だいぶ変わってくるんでね。よいしょ。で、相手は農兵正殿しか入れてないんで、逆を言えば。どうにかなるはずだ。よいしょ。よしよしよし。ということで、こちらが私の軍になります。まあ、基本的には鉄砲隊が3部隊といった感じ。で、有名武将がもういるんで、かなり部隊の能力値は高いですね。対して敵軍、まあ、北条綱成、北条早雲、北条氏輝と優秀な部隊ではあるけども、まあ、先ほどに比べるとだいぶ弱いかな。で、兵の差がね、結構出てるんで、まあ、今回はね、まあ、普通に勝てるかなと思います。はい、ということで今回の作戦なんですけども、基本的には、まあ、いつもと変わらないですね。ここにね、鉄砲水を置いて、その後ろにドラを置くという形でございます。なんで、鉄砲隊で基本的には追いかけながら待機するといった戦い方、やっていこうかなと思います。それでは、バトルスタート。本桜の戦い。行きます。よいしょ。じゃ、とりあえず軍を適当に並べるところから行きましょう。じゃあ時を適当に進めていきたいと思います。ささーっと、ちょっと待って、一部隊逃げ遅れてるじゃないか。切災か。で、鉄砲隊が出てるんで、この辺りにちょっと射撃を打たせながら、射撃。で、どうすんのこれ。敵の居所知れました。光秀隊、いいね。光秀隊も見つけましたね。始めるぞ。よし。で、軍はなんか変な感じに動いてますが、まあ問題ないでしょう。覚悟しろ。隙を見せたな。よし。
渦メビ発動と。名は覚悟せよ。行け、このまま軍を進めらさせろ。うん、基本的にはまあ問題ない。一応キリン撃っとくか。じゃあキリン、これで火力アップですね。あ、めちゃめちゃ入ってる。それ強いな。基本的にはうちは軍を動かさない方が強いと思うんで動かしません。五色ゾナイ、いろいろやってるけど関係ないですね。ここを叩かせて正幸隊ちょっと軍出させよう。よいしょ、こんなもんかな。よし、鉄砲水、まあ2部隊に引っかかれば十分でしょう。十分十分。よし、行け。やりたい前、このまま行けばまあどうにか押し込めるんじゃないか。行くぜキリンジ。結構範囲は入るんだよね。でめちゃめちゃになってるんでちょっと軍を移動させよう。行け、投げ払え。やりたい前、これで削らせるところだな。まずはとりあえずうちの軍隊でヤバそうなのはいないんで、まあ、このままいけば耐えられると信じましょう。これで一気に行きましょう。じゃあつけろー。まあすぐですね。よし、総大将撃破、これはいいんじゃない。勝利、生殺与奪全て勝者の思うがまま。ほぼほぼ同兵数で当たったんできついかなって思ったけど、なんとか勝てましたね。よいしょ、じゃあこの調子で一気に行かせましょう。よし、かたじけない。でこれでパパッと取れるのはいいことですね。勝つためなら、じゃあまあどん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 軍を進めていきましょう。でこっち側に集まってるこの4万3000の軍、これを頑張って突破しないといけないっていう感じだよね。どうだ、うちとしては米はあるけど、米はあるけどって感じだな。あんまり軍これ以上出せないっすね。まあ、このまま行きましょう。よし、普段は選ばぬ、勝つためいいぞいいぞ、触るだけで落としてってくれ。我に続け。よし、王道の勝利を。下田も突破で、これはねさすがに軍騎乗させたいかな。参るぞ、出陣する。あ、変な動きになっちゃった。変な動きになっちゃうのは良くないな。いざ参るぞ、出陣する。これでもダメ。あ、ダメですね、壊れましたね完全に。いざ、じゃあ出陣する。適当に軍ちょっと動かし変え方変えます。この人数ももういらなくなったことが判明したんで、違うな、この部隊数が多いやつを騎乗させよう。よいしょ、これで米持つでしょう。じゃあこのままいきます。420日で落ちると、20日で落ちるならこのままいきます。よいしょ、そして小田原に到着。小田原70日方位でいいんだね。ただうちの米もなくなりそうということでだいぶ厳しいですが、よいしょ。普段は選ばぬ、勝つためなら。いいねいいね、かたじけない。でここで米が入ってくれると地味に増えてますね、手を打ちましょう。お米の総量っていうのかな。出陣する、これでいきましょう。どんどんいきます。よし、
栗浜に到着と。94日。だいぶ時間かかりますね。で、24戦で攻めかかるって言ってるなぁ。嫌ですね。玉縄とかに変える？参るぞ。向かう先を。我ら、王道を行かん。24,000、まあ変わんないんだよな、結局。参るぞ。我ら、王道を行かん。じゃあちょっと、軍増やそう。特にこの辺の城から出るでしょ。近場のやつ出しましょう。よいしょ、これで行こう。我に続け。これでどうだ。兵数は減らんが、まあ、これで行きましょう。ご命令を。軍を出させない作戦。で、これ、どう？落ちない。交渉できるね。これで交渉して落ちてくれれば万々歳だな。よいしょ。で、方位56日でいいのか。ただこれぶつかりそうだな。まあ、ぶつかったらぶつかったでいいや。よし、玉縄に到着。42日交渉。すぐできるね。どんどん交渉してけ。明智軍は交渉入れた。ここはまだか。交渉が通ってから。よし、相手方の準備が整ったということで。吉本行ってこい。今川義元ならね、全面解放させるのじゃ。ダメか。これ全面させたかったな。そして、秋になりました。お米の問題はなくなりましたね、これで。で、同盟がめちゃめちゃ切れてんな、このタイミングで。まずい。包囲網撃たれそう。大丈夫か？包囲網心配だな。同盟。あ、豊臣敵視してますね。前田同盟できるな、前田。上杉は大丈夫。三好も大丈夫。長宗壁も大丈夫と。まあ、豊臣が敵対ということは、まあ、そういうことだね。まあ、そのうち落ちるでしょう。で、君、玉縄はどうなの？交渉はできてないのね。皆の者、よいしょ。我に続け。大義名分。皆の者、我に続け。いろいろ撃ってるけど、北条最後の抵抗みたいな感じだな。よし、大谷義次行ってこい。北条氏国を全面解放させるのじゃ。ダメならまあいいや。で、これにより、軍がもうちょい出さないといけないことになっちゃったね。ただ、ここ出せるんだよね。近場の奴らだけでまたもやいいんで、時間のかかるお城の奴らは置いていくと。10日。こいつで行こう。我に続け。これでいいんじゃないか。行きます。そして大内対長宗壁。まあこれ長宗壁つくんだけど。あ、戻ったね。よし、そして南部対伊達。これは不参戦で行きます。で、どうだ、みんな頑張ってるけど城が落ちねえな。サクッと落としてほしいんだが、全然落ちてくれない。15日で落ちるっつってるな。それに期待か。よいしょ。やってやるぜ。で、同盟ができました。采配次第負けんじゃないこれ。あ、勝ったわ。危な。普通に負けるかと思いましたね。じゃあ、ここかな。じゃあ、これ、このまま行きます。よいしょ。47日方位で。遅れる者は切る。そして、伊達政宗の、龍騎雄役。まあ、基本的に伊達家って滅ばされてるんだけど、今回伊達は、すごい生き残りましたね。まあ、実質的にうちのおかげかなという感じはするけど。よいしょ。そして、足利義昭が親善をと言ってるんで、これはありがたく。
受け取りましょう。これより表情を行う。サラサラ声、いいね。サラサラ声ゲットできたか。まあ、じゃあ今回は軍事と農業取りましょう。60、64、そして58かな。これにて表情を終えよう。来たね。じゃあサラサラ声取りましょう。兵糧的な問題ですね、これは。よいしょ、四谷用水。こんなもんですな。ご命令を。じゃあ、まあもうまともに戦う必要ないんだけど、どんどん行きましょう。よいしょ。勝ちよ。勝ち時を上げ。玉縄突破と。でさ、君、6000、ああ、これ勝てそうにないな。参るぞ。こっちにします。我に続け。いやでもどうなの？よいしょ。三崎城を突破と。ことじけなし。いや北条強すぎるだろ。参るぞ。じゃあここで戦えばまあ勝てるでしょう。このまま行きます。で、豊臣だね。豊臣とこのまま戦っていいものかっていう気はしてるけど、まあ、全然戦っていいんじゃね。あ、宣戦布告できない。同盟も結べないけど布告もできないというやつか。困ったもんだな。まあ、後ほど考えておきましょう。北条をやっつけた後の動きでもいいですね、全然。よいしょ。勝ちは揺るがない。勲章五部を持って城となす。でもこれで北条早雲まで手に入れたら本当に敵なしになるな、うち。強すぎるぞ。よいしょ。ということで、ナイスだ、信玄。じゃあ、このままどんどん行きましょう。勝ちは揺るがん。我らに負けても、恥じることはない。よいしょ。出てきたけど、結構残っちゃってんな。よいしょ。そして、うちに使いたいと。まあ、ありがたく。でも、浪人、なんで使いたい浪人が出てくるんだ。このシナリオ、寿命ないはずなんだけど。子供が生まれたっていう扱いか。おそらく。で、どこ取りに行くかだよね。人口27カ国っつってるから、まあ、国数多いところ攻めたいところではあるけど、伊達攻めてもしゃあないな。上杉も大して領地持ってないっていう。よいしょ。手段は選ばぬ。勝つためなら。これでクルリもゲットですね。ことじけなし。そして里見の優秀なやつが一応登用できました。じゃあこれどんどん行きましょう。ちょ待って、高虎、高虎大丈夫、落とせる。あと3日か、すぐだな。よいしょ。もらい受けるぞ。これで完璧ですね。よいしょ。じゃあ一旦軍を返してあげて、結構米が余ってきますね、ここまで来れば。ただ朝倉総敵のさ、20回のやつまだ見れてないんだけど、本当にあんのか。イベントで総敵のイベントを見たいがためにやってたんだけど。ということで、北条早雲のね、やつらを倒すことによって北条家手に入れることができました。にしても北条家はやばいですね。105が4部隊、これしかも北条素で出してるんで、本当に優秀だと思いますね。特に早雲ですね。全能力確か100超えしてるんじゃない？うん、これは壊れてますね。まあありがたく受け取りましょう。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。